小さい頃から手を動かして実験したりフラスコに触ったりっていうのは好きだったんですが、大学に入ってから遺伝子を使う実験を初めてやるようになって、 DNA とかはとても小さくて目には見えないんですけど、結果が出るまでどういうふうになってるのか実際には見えないっていうのが逆に面白いなと思って、特に興味を持つようになりました。理工学部化学生命科学科、青島由紀です。高校生までは教科書に書いてあることが全部の閉じた学習だったんですが、大学に入ってからの学びっていうのは教科書に書いてあることが全てじゃなくて、わからないこともまだたくさんあるっていう、広くて深い学びが多くて、そういう学習をしていく中で自分の疑問に思ったことにしっかり向き合って、疑問点に根付いた学習をするようになったかなと思います。化学生命科学科では化学の中でも物理化学、無機化学、有機化学、生命科学、4つの分野のそれぞれの基礎科目をまんべんなく学習することができるのが大きな特徴だと言えます。それぞれの分野の専門実験も3年生までの間に履修をするので、それぞれの分野の実験特有のアプローチ法を実際に手を動かして体験することができるっていうのも大きな魅力だと思います。化学生命科学科の学科科目で代謝と調節という授業があって、化学生命科学科の授業の中では生物寄りの科目で、外部の医学部の先生が担当してくださっていたのですが、学科の科目の中でもそこまで人間の体の中の代謝機構について学ぶ授業はなかったので、さらに医学部出身の先生の、理工学部の先生方とはまた違った視点の解説が面白くて、印象に残る授業でした。化学生命科学科で学んだ知識と技術を用いて医療や新薬の開発に貢献できるような基礎研究に携わりたいと考えています。で、まずは大学卒業して、大学院に進学して、より専門的な知識だったり技術だったりをたくさん吸収していきたいと考えています。